こんにちは、原田農園です。今日は9月4日日曜日です。今日もですね、笹香さんと、峰爺散布、来ております。土壌改良材ですね、JA からの委託作業でですね、水筒を、刈り取りが終わられてですね、その後ですね、ミネラル分を、散布するということで、ミネラル G という商品をですね、散布しております。こちらですね、朝から晩まで、ずっと振りっぱなしということで、今日はですね、約5丁分ぐらいですね、散布できる予定です。はい、という感じですね、こういうバイクに乗るときにですね、使うインカムを、2人でつけてですね、ここ終わったよとか、次2袋ですよとか、次場所がどこですよとかって言いながらですね、話をしながら同時通話ができるんで、話をしながらですね、散布作業を、行っております。また今日はですね、散布作業の方をですね、紹介していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。ドロドロ、一発目から緩かったんでドロドロです。
ですね、雪かきスコップを用意してですね、道路に落ちたトラクターからのタイヤからですね、落ちた土を、掃除しています。まあ、これでやるとすごく楽なんで、トラクターにつけたりですね、ユニークに乗せたりして、掃除の方しています。こんな感じで、上にしたの農工具ホルダーでですね、止めてスコップ隠すこと、雪かきスコップを乗っけてですね、峰路散布しております。これだとですね、手に持って動かなくてもトラクターについていますので、すぐですね、土をきれいにすることができます。まあ、補助条件悪いとですね、タイヤにたくさんの土がついて、路上に走ることになりますので、まあ、昔は少しぐらい落ちてもよかったのかもしれませんが、今はですね、かなり厳しく言われますので、きれいにですね、して、帰るようにしております。